王は国際連絡列車整教授の様子。画像右端側下部角に映っている。船舶を港に係留する大型の係留部位が残っている。そこを境界線として画像上部左寄りに向かって大規模な埋め立て港湾工事が行われた痕跡が残っている。駅構内駅構内左側に鶴ヶセメントへのハイトンネルが見える。鶴ヶ湖駅は 福井県鶴ヶ島根ヶ崎町にあった日本貨物鉄道の貨物駅である。北陸本線貨物支線の終着駅であった。2009年3月末まで貨物列車の発着があったが、同年4月より貨物列車がなくなり、駅設備の一部がオフレールステーションとなり鶴ヶ湖を新営業所として営業していた。戦前は国際連絡運輸の関係で、 鶴ヶ港から出る船舶への接続列車が旅客列車として設定されていた。一面のコンテナホームと列車運行時に使用されていた200線1本や側線を有する。かつては駅北側の金ヶ崎山をトンネルで抜け、鶴ヶセメイと鶴ヶ工場へ至る同社の専用線があり、セメント応答駅から北陸地方や滋賀県、京都府のセメント放送所へ発送していた。 また1980年頃まで1943年に当駅の構内側線扱いとなった鶴ヶ新港駅への側線が残っていた。側線跡は周辺が再開発されたためほとんど痕跡すら残っていないが九州の川の河口に橋を架けて渡っていた場所に橋台が残っている。最後の運行日までタブレット閉塞であった。貨物列車代替のトラック便は 鶴ヶ湖新営業所と南福井駅の間で運行されている。本数は南福井駅業が1日12本、鶴ヶ湖営業所業が1日10本である。2010年秋に鶴ヶ湖多目的国際ターミナルが開港し、コンテナ貨物の取扱い量が増えてきた。これに伴い、既存の設備を改修することによるモーダルシフトの推進や、関西、 中京に近いという立地条件を売り込もうとする鶴ヶ市の政策がある。また周辺には観光施設や観光地が点在することから市民広場の整備に合わせた鶴ヶ高線の活用も示されている。それ以外にも前原駅近くに建設予定だった物流拠点と連携した構想もあったが物流拠点構想そのものが頓挫したため立ち消えになっている。現在、 各踏切の遮断機や警報機は撤去され、交差部分の線路側に固定柵が設置されており、結局再開できないまま鶴ヶ港線は、正式に2019年に廃線となることが決定した。例、鶴ヶ港駅手前の柵、右は金前寺。鶴ヶ市は、金ヶ崎町周辺の整備計画策定委員会にて、鶴ヶ駅にて使われていた、転車台を中心とした。 鉄道遺産整備の原案を示している。福井県は2017年に、鶴ヶ港駅周辺の調査を行い、鶴ヶ駅の転車台を移設し、太陽光パネルを設置することで、蒸気機関車、牽引客車を330メートルの距離で走らせることができることを明らかにしている。整備検討エリアは、JR 貨物所有の土地が大半を占める約3万4000平方メートルの規模で、 走らせる機関車には、鶴ヶ市内の本町第三公園内に生体保存されている国鉄 C58 形状機機関車212号機も候補に上がっている。このほか、人道の港鶴ヶムゼウムの機能を移転拡充する昭和初期の復元4棟の活用や、鶴ヶ市が2018年に購入して鶴ヶ赤レンガ倉庫横に設置保存した。 キハ28系機動車とも絡め、2023年に開業する北陸新幹線の車庫とも連携できるような仕組みを模索している。しかし、JR 貨物関西支社は土地の処理対応が難しくなることを理由に、鶴ヶ高線前線の鉄道用地の買い取りを求めており、福井県と鶴ヶ市は購入費の問題を理由に計画が進展していない。 1999年夏に、鶴ヶ・きらめき、港白21が、鶴ヶ港でも用された際、国際連絡運輸実施時代に使用されていた駅舎が復元された。現在、貨物駅として使用されている、鶴ヶ港駅の駅舎とは別の場所に建設され、2012年、現在は、鶴ヶ鉄道記念館として、鶴ヶ港と鉄道の歴史や観光を PR するために、 一般公開されている。ありがとうございます。